最後友達、はい、そうです。もっと言えば一緒に行く人みたいな、はい、いろんなアイドルさんが出てる、台湾ライブっていうんですけど、そちらに行く感じです。ありました。実際に自分の付き合った人たちはみんな友達からって感じ。もう同じクラスメイトさんだったりとかが多かったですね、はい、いや全く知らなかったんですけど、やっぱりクラスメイトだから、仲を深めていって、まあ、お付き合いっていう形になりました。はなくて、単純に相手からこうアピールされて、でも自分鈍感だったんで全然気づかなかったんですけど、友達に好きって言ってたよっていうのを伝えてもらってって形ですね、はい。はい、はい、ストレートに好きって言われたかったっていうのはありますね、はい、私はいいです、私はいいです、私はいいです。 あります。優しくしてくれたりしたら、具合悪そうにしてて大丈夫とかって言ってくれたり、まあ誠実な人、まあ、チャラチャラしてる人ではなくて、まあ、真面目で自分の中身を好きになってもらえる人が、まあ、印象良かったかなって思います、はい、見た目とかその人の話し方とかで、まあ、大体分かるっていう感じですね。やっぱり話してみてその人の中身を知ってからっていう方が本当に多いですね。判断しないです、はい、最初は雰囲気チャラチャラしてない、チャラチャラしてると、あちょっと、あちょっとすいません。喋って全然優しい人とかだったら大丈夫なんですけど、初対面ってなるとちょっと怖いな、あの初対面でよみたいな感じだと、あちょっと、あそういう感じなんだ。出てます、そういう方。カフェとかなら行ってもいいかなって。2人でだったらちょっとライブとかだったらいいかな。私は相手がこうやったら、やっぱり付き合ってみないとやっぱその人の本当のことって分かんないので、まあ、自分が好きじゃなくても付き合ってみてちゃんと相手の人のことを好きになる努力をして、で、まあ、1回そういう機会があったことあるんですけど、そういう時は映画館に行きましたね、はい。でもやっぱり話し方とかが LINE 上とかでしてるのと全然違ったりとかして、この人ちょっと違うかもみたいなのがあって、それでごめんみたいな感じの謝りとかも回したことはあります。あ、まあ、それは、まあ、単純に、まあ、自分のことをを好きでいてくれるならちゃんと相手のことを見てあげなきゃなっていうのがあるので、はい、全然知らない人の悪口を言ってたりとか、やっぱそういう流れとちょっとあれっていうのはなりますね、はい。あ、声でかい人無理。周りを気にせずにガハガハしてる感じのが嫌だ。東京ときめきチャンネル、また見てね。